腸重積症とは、小腸が大腸の中に入り込んでして、イレウスを発症する病気。主に0から3歳までの乳幼児に多く発症し、男児にやや多い。発症者の80%が2歳未満であるが、稀に成人でも発症する。腸腸上症、腸重症症とも言う。成人の直腸重積は排便障害の原因となりうるが、 直腸重積所見を有していても50%が無症状との報告がある。重積部の模式遣い毛部と呼ばれる小腸と大腸の接合部が大腸側に入り込むことが多い。その場合は大腸が巻き込みながら重積部は上に移動して行き、肝臓の下あたりに主流が止まることが多い。この時に重積した腸管が触れることもある。重積した腸管は血行不順に陥り、 発症24から72時間ほどで不可逆的な絵師を起こし、手術にて止した長官の適助が必要となる場合もある。嘔吐から始まり、いちごゼリー状の粘血弁が出る。長官は5分から30分おきに前導を繰り返す。重積部分が逆前導を起こし、15分から20分間隔で完結的に激しい腹痛を訴える。小児では完結的に泣くため、 肝欠低球と呼ばれる。重積部分の血流障害から、拒絶、エソ先行へと進展し腹膜炎を起こし、排血症によって死亡することもある。右上腹部の主流性病変は触診では困難なので、超音波でターゲットサインを探すのが重要である。ゴゼリー状の瓶や腹部主流が触知されるまで見逃されることが多い。ありがとうございます。